石川、加賀にも。おお、揺れたな今。チョピー。それぞれ現在到達中と見られています。今の現在の映像は石川県珠洲市の映像です。え？石川県珠洲市でも。まあまあ揺れたな。ティちゃん。現在石川県、新潟県を中心、富山県にも津波警報が出されています。津波警報も出てると。今すぐに海から離れてください。ティちゃん、ティちゃん怖かったな今な。揺れたね結構ね。チョピー、チョピー雷ダメだけど地震平気なのかね。怖かったね、ティちゃん。うん？大丈夫？海の近くから離れてください。帰省中の方もいらっしゃるかもしれません。震度いくつ？家族で声を掛け合って、今すぐに地域全体で高い場所に避難してください。津波警報が発表されています。現在の映像は石川県珠洲市の映像です。震度いくつですか？ 6？ 7？ 上の方全体に。怖かったな、ティちゃん。ティちゃん怖かったね。揺れたね、ティちゃんね。うん。大丈夫。あら。元日早々、地震か。怖いね。すげえ揺れたな、本当に。あと3分ほどです。そして富山県。チョピ、エイやっとる場合じゃない、チョピ。ねえ、チョピ。エイやっとる場合じゃないって。ねえ、まあまあでかい地震だよ、チョピちゃん。まあ今止まったでな、これなあ震度7だと、チョピ震度7、チョピちゃん、チョピちゃん震度7だって。うん、大丈夫かな。震度7だって。なんでそんな興奮しとんの？やっぱあれか、チョピちゃん、怖かった感情の裏返し。チョピ、チョピ、チョピもここおいで、あおいで、ここおいで、よしよし、ここおいで、はいはいはい、ここ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 、落ちとる落ちとる。あれ何、あの船なんであんな大きい出てくるの。ミニ震度5強か。ねえ、Tちゃんガクブルだったな本当に。ねえ、ああいうの怖いんだね。ああいうの嫌なんだね、Tちゃんは。ねえ、ちょっなんでそんな興奮したの。ちょっチョピなえそれ、あー怖かったーっていう何気持ちの何裏返し。チョピチョピ、チョピおいで、おいで、チョピ大丈夫だったらティちゃん守ってあげて、ティちゃんのそばにおってあげて。チョピ今現在到達中かと思われる地域、さらにチョピ、ティちゃんのそばにおったって。なるべく高いところに避難してください。急いで避難してください。津波来るのまして。お、名古屋震度4。そうだよな。東京の方に少し白波のようなものが一列になっているのが見て取れます。マジ？今すぐに逃げてください。新潟県、富山県、白波が一列に立って見えると、ティちゃん。震え止まったね、ティちゃん。よかったな。全員で高いところに避難してください。え？
見えているのが分かります。どれ？港の方までは来ていないように見えますが、予想される高さは3メートルとなっています。今津波警報が大津波警報に改定されました。マジで？3メートルから5メートルが予想されています。今すぐに逃げてください。大津波警報が発表されたのは石川県、大津波警報だとティーちゃん、石川県能登に大津波警報が発表されました。津波は到達中と見られています。予想される方は、あれなんだろう、船がいっぱい出てくるな、繋いどくと波にやられるでかな、だから沖行くんだろうか。震度7を観測する大きな地震、なんでみんな沖行くんだろう。そしてそういうこと、ティーちゃん、警報が発表されています。命を守るために一刻も早く高台や避難ビルなどの高いところに逃げ、すでに大津波が到達している可能性があります。今すぐに高いところ、安全な場所に避難してください。出ました、石川県珠洲市、長橋、石川県輪島、マジか、石川県長、ちょっとご飯もうちょっとあとな、ティちゃん、ちょびも。改めてご紹介します。石川県珠洲市、長橋、石川県輪島港、石川県長橋、七尾港です。石川県長橋、石川県安全な場所に避難してください。俺なんでみんな沖行くんだろうな、船繋いだままだと波にやられて壊れちゃうからかな。はい、3.11 以来です。車や家も飲み込まれてしまいます。今すぐに高いところマジで、ちょっと待って、これシャレにならんぞ、津波来たらマジで。今すぐに高いところに逃げてください。大津波警報が出たのは2011年東日本大震災からの大津波警報です。へえ、東日本大震災以来の大津波警報です。東日本大震災以来の警報だと、チョピ。内陸深くまで津波が。なんでチョピ震えとんの、やっぱ怖いの、チョピも。今ならまだ間に合います。高いところまで避難してください。ちょ、シャレにならんの。あ、また違うの。怖いこと言うなぁ。なぁ、チョピ。今すぐに高いところまで避難してください。画面の海の中央のあたり、水の塊のようなものが確認できます。実際に潮位の変化のように、なんか海の高さ、なんかちょっと微妙に上がってる感じがするね。今すぐに避難してください。これ余震なの？揺れてんの？日本海側、予想される津波の高さは5メートル、そして到達中と見られています。現在その石川県輪島市の様子をカメラに映していますが、その海の様子を映しています。沖合の方にその波の潮位の変化というのも確認できます。今すぐに高台に逃げてください。マジっすか。津波警報が発表されたのは2011年 3.11 の東日本大震災以来です。今すぐ高台に逃げてください。これから日没まですぐに暗くなります。でもあります。今すぐに避難してください。安全なところまで避難してください。まだ震度7を確認しました。普段の道とは変わっている可能性があります。周囲の寝不足でやばかったけど一気に目が覚めたわ、ティーちゃん。あやだね、新年早々。繰り返しお伝えしていますが、声をかけ合ってまた揺れる可能性もあります。避難に予想よりも時間がかかるということも考えられますので、今すぐに高台に皆さんで避難してください。地域は石川県珠洲市、石川県、はい、というわけでね、元日の夕方ですが、まあ、大きな地震がね突然来て、緊急でねちょっとカメラ回してみました。
まあこのままね被害が収まることを願いつつ、ちょっとニュースもねちょっと気にして見ていこうと思います。それでは皆さんまたね、バイバーイ。津波来ませんように。ナティちゃん。